やり NHK をぶっ壊すということで、令和3年2021年3月今日は2日になりますね、もうお昼1時ぐらいですかね、今日はまあ実質上の審議、刑事事件、私が被告人の実質上の審議が行われました、まあ、NHK からはですね、法務部の職員、まあ、法務部の専任部長の渡辺さんという人が、証人として、検察側の尋問と我々、まあ、弁護側の尋問に対して、まあ、主尋問と反対尋問という形で、まあ、尋問を受けたと、それぞれ、1時間近くかかりまして、1時間45分ぐらいかかりました。でですね、まあこの渡辺さんという人は別に営業の人じゃないので、NHK の実態については、まあ、ほとんど、まあ、営業部の人たちが知らないと、しか知らないような情報ですということをある意味証言してくれました。で、まあ、この渡辺さんというのは僕が2年前 NHK の前で桜井市長選挙の選挙運動を、まあ、してた時に田島さんちょっと中で話しましょうって出てきた人なんですけども、まあ、僕が個人情報をばらまくぞと会長に会わせてくれと、当時の上田会長、 NHK の会長に会わせてくれ、会わせてくれだけ個人情報ばらまくぞと言ったから、まあ、中に招き入れたと、こんなこと言ってるんですけども、その渡辺証人はですね、まあ、NHK の渡辺さんという職員はどうして立花さんが NHK の会長と話をしたがってるのか理由がわからない、理由はわからないんだけども、なんか YouTube の再生が上がるからお金に困ってるのかなとか、当時その一般の人からお金を借りる動画を作ってたんで、とにかくお金に困ってるから、なんかいわゆる個人情報ばらまかないからお金をくれ、いわゆる身の代金みたいなもんですよね。なんかいやもう発想がすごい貧困だなっていうのが、で僕は当時の状況をもう一度振り返りますとね、2年前の11月っていうのはその11月に2つの NHK の集金人による大きな事件が発覚した月なんですよ。一つは名古屋、まあ名古屋管内ですね、愛知県で行われた集金人のによる詐欺事件、10代のおばあちゃんが4人ほどですね被害に遭って、 NHK の集金人の個人情報を使っていわゆる特殊詐欺です、キャッシュカードを騙し取って、現にそこでは、200数十万円かな、ちょっと金額忘れましたが実害が出ているんです。でそのことについてはよく理解をしてたようなんです、僕が11月の19日に NHK に行くまで。でもう一つ事件があったんです、それが山口での宇部市だったかな、での集金人による弁護書違反であったり不退去罪であったり脅迫罪で、これについて今日大きな証言が得れたのは、渡辺証人はその山口の事件はどのようにして知ったんですかという質問に対して、まあ立花さんが挙げてる YouTube を見て知ったんですって言ったんです。つまり僕がやってる行為っていうのは NHK の職員ですらよくわからない、NHK の不正を YouTube でアップロードしてるんです。すでにその山口の行為というのは11月の前半には行われてたわけですから10日以上経ってるのに、裁判で僕を犯罪者にしてくれというような証人で出てくる人すらその山口での例の事件、稲葉周作という人物の事件については YouTube を見るまで知らなかったと言ってるんです。だから営業部の人はそんなことを知らないわけがないと思います。で今日出てきた証人の人は営業部の人じゃないから、 NHK の営業部というところがいろんな犯罪をしていて、その犯罪を会長や他部署にバレないように隠蔽している、だから僕は NHK が闇社会いわゆる反社会勢力とつながっていることについて当時の NHK の上田会長がその実態についてご存知ないだろうから会長に会わせてくださいって言いに行ったんです。これが全ての動機です。ちなみに昨年の11月なんていうのは僕は1億円貸してって言ったら5億円貸してもらって
お金あり余ってましたよ。皆さんからそれこそ8月に当選して、あの10月には政党助成金が何千万円とをいただいた時期ですから、お金に困ってるなんてことはありえないんですけども、まあそういう意味ではね、なんか NHK の職員と千代君の頭の構造って一緒なのかなと思う。何でもかんでもお金営利目当てでやってるって思うかもしれないです。犯罪者がお金目当てでやってると、それは自分たちが犯罪してる人の発想なんです。自分たちがお金のために犯罪をしてるたちの発想で、犯罪みたいな怖いことをするのはお金のためと思い込んです。違うんです、僕は正義のためにやってます。世の中のお役に立つためにやってるんです。それが今回ね、外形的に見たら僕のやったことは犯罪です、でも動機見たらそうじゃないっていうことを多くの人にとか、まあ裁判所にも理解してほしいし、国民の皆さんにも理解してほしいわけですけども、まあね、実際会長に会いたいっていう趣旨については本当に悪いこといっぱいしてます。で今日その渡辺証人が出てきて、まあ、言ったこと2つちょっとまあ印象に残っている2つ例を挙げて終わりですけども、まずその1つが、私先週も、前田会長の自宅に手紙を入れに来ました。まあ手紙が質問状を入れに来ました。なぜか、それは当日お昼の1時から3時まで NHK の理事、営業局の専任部長、経理局の予算部長で、経営計画室の人と打ち合わせをして、その時に質問状を渡したんです。いろんな書類をね。とすると、営業局の人は知ってる情報を、理事やその他、まあ経理局の人は知らないとはっきりおっしゃったんです。ということは、この質問状も、今の前田会長の手元に届く保証何もなかったので、僕は前田会長の自宅に行って、一人で行ってポストに入れてきたんです。郵便屋さんをしただけなんです。ピンポンも鳴らしていません。夜の8時です、行ったの。何が迷惑なんですか？渡辺証人はそれが迷惑だと今日言ってるんですね。つまり、NHK の下っ端の職員たちは、会長に自分たちの不正を告げ口されるのが迷惑だというように、もう洗脳されてしまっていると思います。だから僕はそれこそ今も斉藤がそこ来てくれてますけど、先週あの前田会長に聞いたのは何かって言ったら、斉藤君という元 NHK の集金人が N リンクスの4人の名前ですよね、森川さんっていう部長が不正をしてます、 NHK 詐欺されてますよ、知ってますかっていう質問なんです。めちゃくちゃ単純な質問でしょ。でもこんなことを経営のトップ、企業のトップが知らなかったら大変だから、だって伝えないんだから、それを持っていったら今日裁判で迷惑だって言うんです。でもう一つ、その前田会長にも意思確認したと言ってます、あの僕に対する処罰感情、NHK という法人として立花さんに対して厳しい処罰を与えてくれ、前田会長がそう言ったというんですよ。もう直ちに今日ね、僕もう一回前田会長行かなきゃいけなくなりました。今日、裁判の証人尋問で渡辺職員が、立花さんに対する処罰感情があると前田会長に聞いたと言っていましたが、あ、それは事実ですか、偽証罪、偽装じゃありま、偽証じゃないですよねっていうのが一つ。もう一つは、このように会長の自宅に質問状を、ね、ピンポンも鳴らさずにですよ、質問状を入れられることはご迷惑ですか、この二つです。これね、もう質問状を入れられること自体が迷惑だって言ったら、もうまさに裸の王様っていうか、もう何様なんて国民の声聞くつもりない。だって部屋の中にね、自分の自宅に質問状を入れられて回答したくなければ破って捨てればいいわけでしょ。個人情報も何もないんですから。それが嫌だったら NHK が契約しない人のお家に行って契約してくださいっていう、そういうパンフレット入れることも迷惑ですよっていうことになるわけですよね。だからそこについては今日ちょっと文章を作って、前田会長の自宅に、一人でもう行ってきたいと思います。もうだからその多くの人が押し寄せたりするとか、チャイムを鳴らしたらそれは迷惑だと思いますけども、国民に選ばれた、選挙で選ばれた政党の
代表がね、NHK という国会で予算の承認を受けるところのトップの自宅に質問状を投げること自体が投函する、ポストに投函することが迷惑だと本当に思ってるのかということです。で、あとね、そう、今思い出しましたけど、まあ、渡辺商人は、立花さんは、選挙で選ばれた、政党のね、当選した政党の代表であるけども、それが国民の声だと思いませんかという弁護人の質問に対して、はっきりと言いました、渡辺さん。思いませんって。いやもう、だったらスクランブルしろよって話なんですよ。ものすごいわかりやすいでしょ？ NHK は皆さんの声を聞く。選挙で少なくとも 3% の票を得てるから公党になってるわけで、そういう国民の選挙における声っていうのも、それは国民の声じゃないとはっきりと否定するような、人だったら、いやもう NHK のことが好きな人からだけお金取ったらってすごく思いました。まあね、この渡辺さんという人は結構、まあ、一生懸命、饒舌に喋ってましたけど、まあ、途中相当弁護人の方から言われて、狼狽しとったら、その様子はすごくありましたけども、ただ僕は渡辺さんが悪いっていうよりも、渡辺さんという商人を見てて、本当にね、千代君そのものを思い出しました。連想しました。あ、もう、どんなに合理的な、こちらは主張と根拠を並べても、僕の言ってることは独自の見解であって、ごく一部の人が困ってる立場などを同調するのはごく一部であってね、多くの人が NHK の支持者だみたいな思い込みっていうのは、これはね、ほんとすごいなと思いました。で、まあ昨日ね、ある情報筋から、まあ、千代君のことについては言ってますが、もう6月末をもって、千代君の契約が切れるという情報が来てます。まあ、いわゆる、あれなんていう媒体だから、ハーバービジネスオンライン、来てます。あ、千代君一番それ知ってると思います。まだ千代君に伝わってないかもしれませんが、6月末をもってですね、ヤフーニュースなどもとことこ出てくる、まあ、NHK 党への批判っていうのは、まあ、残念ながら終わると。で、僕は、正当な批判、ちゃんと合理的な根拠がある、エビデンスのある批判については、当然喜んで受けます。ただ、もう本当に、自分の頭で作った、なんかね、そういう事象っていうか、もう勝手に物語を作ってやることの批判については、それはさすがにやりすぎたらいかんやろうなと。まあ、今日の、渡辺商人の、まあ、いろいろ聞いててね、すごい思いました。で、これはいつまで経ってもおそらく平行線だと思います。NHK 職員の主張と NHK 党の主張っていうのは、おそらく一生平行線なんでしょうね。で、これは、仏教を信じるのか、キリスト教を信じるのか、イスラム教を信じるのか、ぐらいの違いでね、もう無理です。交わることはないと思います。だからこそスクランブルしましょうって言ってます。どうして NHK が嫌いな人にまで金を取るのかっていうことについては、本当に理解ができない。この間の高裁判決最後に、ちょっと全然別件ですけど、私の弁護人の高橋先生が、この間の高等裁判所の判決、むちゃくちゃでしたねと。要は、今 NHK が映らないテレビに、ブースターという増幅器を買って、さらに特殊な工具を使って、その業者にお願いすれば、NHK が映るから契約しなきゃいけませんって判決なんですよ。優れてるテレビを持ってても NHK と契約しなきゃいけない。業者を呼んで部品を取り替えてもらわなきゃいけないテレビでも NHK が映るから契約しなきゃいけないって裁判判決を平気で書いてるのがこの裁判所ですよ。東京地方裁判所の裁判官は NHK との契約は必要ないと判決してるのに、東京高等裁判所の裁判官はそれをひっくり返しています。これはまあいろんな技術的なこととか出してくれてる国民の方いらっしゃいます、 YouTube でね。でも結論はそこですよ。壊れてるテレビでも NHK と契約して受信料払えという判決を書くのがこの裁判所というところである。これはNHK が好きとか嫌いとか関係なくですよ、本当に恐ろしい、まさに独裁者の場所なんです。ここは裁判官という独裁者が
住んでる場所なんですね。だからこの国は民主主義が発達してるとか三権分立がまあ成熟してるとかってにまだ誤解をされてる方は大勢いらっしゃるかもしれませんが、決してそうではないです。だから全然その今ミャンマーが軍事政権になってますけども、もう全然ね民主主義民主的に物事が決められてるわけじゃなくて、多数派の声を無視してですね既得権が有利になる判決を書いてるのが残念ながらこの東京の裁判所ということで、まあ、最高裁判所のあとはまあ良識ある判断を期待するしかないんですけども、まあ、残念ながら最高裁判所というところは憲法の判断をするところであって、事実関係を変えるところではないので、まあ、非常に厳しいでしょうし、まあ、逆に言えば一蓮托生ですよ。最高裁の裁判官と高等裁判所の裁判官というのは、そういう最高裁でひっくり返すとまた最高裁で罰とかつけられて嫌だから高裁でやっとけぐらいの感じだと思います。まあ、いずれにしても最後は民意です。もう選挙でね我々の主張、まあ、我々じゃなくてもいいですよ。少なくてもこれまであった政党ね、自民党とか公明党とか、まあ、民主党系共産党とかこういう人たちはこれまでの NHK を認めている既得権益同士ですからね、まあ、ぜひ、まあ、NHK とかせめて嫌いでもね新しい政治団体とかに皆さんが投票していただいてですね、既得権をぶっ壊していくという活動にご協力いただきたいと思います。長くなりましたが以上です。裁判所もあり NHK をぶっ壊す。